プがメインというよりかはサーフキャンプ、サーフィンやるのでサーフキャンプだったり、カヤック行った旅先で車中泊をしたりとか、地方に行った時なんかにキャンプをして、サイクリングをしたりと、キャンプだけというよりかは、他のアクティビティを楽しんで、キャンプをするといった感じですかね。その車中泊がメインで行くので、トランク、後部座席のスペースがもうベッドにしてあるので、荷物がもうほとんど積めない状態になっているので、持っていくギアは基本もう小さいもの、ミニマムなもので、また持っていくものもできるだけ、1台2役なるような、ものが増えないようにギア選びをしています。欲しいギアは基本ネットで探します。で、普段からネットで物色しちゃうと、あれもこれも欲しくなって買ってしまって物が増えてしまうので、普段は何もそういうのはリサーチしないようにして、こう旅をしてて、なんかあれが欲しいなと思ったらそこで初めて探すようにして、普通にググってでヒットしたものが、Amazon なのか何なのか、それネットショップ、アウトドアショップなのか、時々ですけれども、と日本になければ海外の通販サイトだったりとかですね。ギアは基本デザイン重視で選んでまして、デザインが良ければブランドにはこだわらなくて、でノーブランドのものも買ったりしてます。で色はやっぱ黒が好きなので黒を選びがちにしてますね。であとデザインはスマートなもの、欲しいなと思ったものを探してなければもう作ってもらったりしてます。よく作るキャンプ料理なんですけれども、僕も基本料理ができないので、もう肉を焼く、野菜を焼くぐらいですね。でただやっぱりできるだけ美味しいものは食べたいので、成城石井で食材を買ってきて料理するっていうのが自分のスタイルです。普段東京に住んでいて車屋という仕事をしていて、日常ではなかなか自然に触れることがないので、キャンプに行った時には、できるだけ自然に触れたいなというのがあるので、サーフキャンプだったり、カヤックでキャンプしたり、キャンプ行ってサイクリングしたりっていう、僕の中でそのキャンプっていうのは自然と触れ合う場所という感じになってまして、キャンプだけでなくてそういったアクティビティ込みでのキャンプになってます。で、いざキャンプサイトに来たらもうただただのんびりして、あんまりいろいろ料理したりなんだしたりって動かないで、もできるだけのんびりお酒を楽しむっていうのが楽しみです。初めて、大人になってキャンプ行ったのが13、4年前とかになるのかな。友人とフジロックに行きまして、そこでキャンプサイトで泊まったのが初めてのキャンプになるのかな。で、フジロック行かれた方はご存知だと思うんですけど、で、山なので基本平地がないみたいな。で平地があったとしても、そこはもう先に来た人が撮ってるので、僕たちがテント張ったとかもかなりの斜面、だったんですね。なので寝ようと思ってももうズル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 落ちちゃうし、みんなもう端っこでこうなって、まともに寝れるような環境ではなかったんですね。なので、初めて そのキャンプの思い出としては過酷だなっていう思いがありました。最初のキャンプがそういうのだったんで、やっぱり車中泊の方がいいなっていうところに行き着いて、キャンプサイトだと、地面 その角度もそうですし、凹凸もそうですし、雨が降ってきたら水没もするし、それが自然なので、それがキャンプの醍醐味でもあるとは思うんですけど、車中泊の方が快適だなっていうのがあって、楽だっていうのもありますし、そういうのも減って車中泊をメインにキャンプやってます。
小学生の時に両親の実家が長崎なんですけれども、僕は茨城に住んで育ったんですけれども、その茨城から長崎まで、親父と僕と2人で、車中泊で、帰省するっていうのを、何度もやっていて、当時親父はセダンに乗ってたんですけれども、僕は小学生なので後部座席に横になって寝れるんですけども、親父は運転席で仮眠する程度もしかできないのに、もう1000キロ以上の車中泊旅を平然とやってて、そういうのがあったので、もう小さい頃から車中泊が好きで、僕も大人になって、19で免許取ってからは、車中泊ができる車ばかりを選んで乗ってきてたんですけれども、最初は温泉も好きで温泉旅を行ってっていう感じが多かったんですけれども、仕事で、今東京に住んでいて、でなかなか、普段の日常では自然と接する機会が少ないので、そういった、車中泊キャンプ行く時にはできるだけ自然に触れるようにしたいなと思ってて、で、サーフィンだったりカヤックだったり、サイクリングだったりっていうのを、キャンプと織り交ぜて、車中泊と織り交ぜてやるようになって、なので、車中泊の延長でいろいろキャンプだカヤックだできて、僕にとっては、気軽に味わえる非日常、自分をリフレッシュさせてくれるものです。